はい、どうも、ネングシューターと申します。今日もですね、爽やかな、5月晴れ、さつき晴れですか。すいません。さつき緑の中、さあ、今日も、熟女パーティーだ。おばあちゃんだよ、もう。言い過ぎだ。それひどいな。今のはひどいな。はい、ということでですね、タイトルにあります通り、今日はですね、異民族のポイント稼ぎの秘密、9割が知らない、推定です。推定9割がこれ知らないんじゃないかというですね、ポイント稼ぎの秘密ですね。どうでしょうか？皆さん完全に把握してますか？ポイント稼ぎこうしたら一番いいっていうの。個人のポイント稼ぎですよ。ね、軍団での動き方じゃなくて個人の動き方の話なんで。まずはですね、ちょっとメールを見て、そこでですね、見ていきたいと思います。個人のポイントは異民族ポイントですね。こちらを見ればわかると思います。この上3つですね。達成、参加達成、ウェブクリア、ウェブ全クリアとかですね。ここから3つは、まあ、軍団員と一緒に達成すれば、まあ、達成するでしょ。ここはもう、全然関係ないですね。見なくて大丈夫です。で、出陣ボーナス。これ12っていうのは、12部隊を参加させました。12部隊参加の場合は1089ポイント。これ見てお分かりの通りですね。結構大きな比重を占めます。はい。で、12じゃ少ないです。じゃあ何回がいいのかっていう問題になってくるんですけど。はい。ここ、まず最初のポイントですね。出陣ボーナスは何回が適正か。皆さんお分かりでしょうか。で、これじゃ足りないよっていう状態で28600ですね。だから、12回で出陣して要塞攻略ボーナスとか、この下の2つの部分は置いといて、23300になりますと。もうこれは、あれ？次のやつに切り替わってた。次のやつは6で出しました。そしたら23300。ちょっと待ってね。ちょっと、前の見ましょうね。はい、こっちですね。12の時は28600。約5000ぐらい開きがね、出ちゃうんですよ。たった6回、たった6出陣だけ、6部隊で5000ぐらい開きが出ちゃうんで、他のやつちょっと見ていきましょう。はい。これ18ですね。18だと1684。どれくらい上がりましたでしょうか ?600 ぐらい上がりましたね。この600にかける9がかけられます。要は、ここの数字かける9が、28000とかになるわけですね。これは、軍団で札10枚使ってるからかける9になるんですね。だからかける9の時は、出陣ボーナスは、まあ、答えから言っちゃいますけど、18ですね。18以上はいかない。18、19からはいかないと思います。で、これ24があります。これ、試験的に出しましたけど、1684。同じです。18と同じなので、ここは18にしましょう、ということですね。で、まあ、出すときはですね、まあ、こんな感じで、出しちゃって、で、これ出したり引っ込めたりを繰り返すわけですよ。ええ、もう当然です。当然出したり引っ込めたりを繰り返して、もう全く戦えませんよ、その間私は。全く戦えません。はい。申し訳ねえ。はい。引っ込めて、もう一回出しますと。あ、でも、これ防衛入りますね。結構ね、時間かかるんですよ、これも。パッと出してこれ。一応、この状態になれば、まあ、戦闘状態かなっていう感じで。で、あと、3人倒せば終わるところですけど、まあ、いなくてもいいでしょう。はい。引っ込めちゃって、で、また出すと。いうところで完成ですね。これでやりますと、最低でも34000。一回の戦いで34000。札10枚使ってる場合ですね。札10枚使ってる場合は、34000ポイントが得られるわけでございます。
これですね。3万4千。でもこれ以上取れる時があるんですね。これ以上取るには課金をするか、これ。討伐報奨。まあこれ課金は置いときましょう。課金をするか、要塞攻略ボーナス。これね、私ね、動いて、自分で操作して、要塞を叩きに行って、自分でとどめを打ったらこれもらえるかと思ったら、どうも違う。どうも違うんですよ。これ何回も自分で、これとどめ打ったなと思っても、ボーナス取れないんですよ。かといって、全く動いてなくても取れるんですよ、これ。これどういうことかというところですね。どっかにあったな。あ、これですね。これとか、ほぼ動いてなかった気がするんですよね。まあ、18回だけは出しましたけど。で、この要塞攻略ボーナス、何かっていうと、おそらくですけども、お宝要塞のことなんですよ。で、これお宝要塞攻略数2だけど、1の、1になってるんですね。要塞攻略は1。この数もね、合わなくて、ちょっとね、おかしいなと思いながらちょっといろいろ調べてたんですけど、これは要塞攻略3。で、これ3。合ってる。で、軍団ポイント増えて、自分のところのパーセンテージでも増えてる。で、これ1。で、要塞攻略1。じゃあ、このずれてる時は、じゃあ何なのかと。そういうところでですね、イベントポイントの稼ぎ方、ちょっとお知らせ、見直してみようと思いました。で、異民族ポイント、ポイントボーナス付きお宝要塞の攻略というのが明示されてまして、普通の要塞攻略のことは書かれていないわけですね。だから多分、要塞撃破、でのポイント稼ぎは、軍団ポイントの方にかかると、いうことかなと、思います。はい。そして、ですね。こちら、お宝要塞の項目ですね。低確率で出現するボーナス要塞。一定時間で撤退しますと。戦闘中に現れたお宝要塞を攻略すると、下記のボーナスのどちらかが発生しますと。どちらかしか発生しないわけですね。だから、1、2とありますけど、さあ、1、2何なのかと。ボーナス1、その戦闘中の異民族に対するダメージが上昇。ダメージ上昇の方を引いてしまうと、ポイント増加。その2のポイント増加が得られません。ということなんですね。でも見てる感じ、割合は2の方が多そうな感じがね、今のところ。まあ、今のところですよ。今のところ、ちょっと見た感じは多そうな感じがいたしますね。ダメージ増加は、さっきのね、回数があれ、合わないなっていう時だけかな？今のところは。あとはダメージ増加の時は、もちろんね、ポイント増加のところが増えてないんで、その時、内訳を見てないんで、お宝要塞の内訳何だったかなっていうのを確かめようともしないんで、見てないというケースがほとんどだと思います。だから、要塞攻略の結果を見てないですよね。ほとんどのケースでね。はい。そんな感じだと思います。で、お宝要塞がですね、まあ、来ると、無課金でも1個目で30、2個目で 50%、3個目で 70% かな。なんで、お宝要塞出れば出るほど、かける 70% だから 1.7。倍とかになってきますんで、3個なら。だから、超だと、そうですね、ポイントがその分だけ上がるというところですかね。だから、超でポイントを稼ぐか、もっとね、名品のあれとかね、なんか言いますけど、ポイントはだから、3個出たとして 1.7×1.7。34,000×1.7 かな？うん。いくつぐらいいきます？ 6 万ぐらいいきますか？ポイント。そんな感じですね。はい。ということで、
この2点ですね、出陣と、お宝要塞について、うん、ということですね。それだとですね、じゃあ動かなくてもいいんだっていうことになりがちですけどもね。はい。だから撃破じゃなくてっていう感じになっちゃってましたね。まあ個人ポイントで言うとそんな感じですけど、ただ、軍団単位で見るとそのですね、また違ってくるということですよね。メールで見ますと、軍団ポイントだと残り時間とか、残り耐久、残り耐久はまあまああれですけど、残り時間で言うとやっぱり自分たちで早く行使に行かないといけないというところですね。あとはなんか残っちゃった雑魚とか強敵みたいなのいるじゃないですか、後ろから追いかけてきて、あれもねちゃんとタゲし直して倒さないといけないんで、だ軍団ポイン、軍団イベントポイント単位で見るとちゃんと動かさないといけないってことですね。でこの要塞部隊撃破ポイントがこれよくわかんないんだよな。これ自動でも要塞は撃破してますけど、それでもいいのかなっていう、まあいいんでしょうね多分ね。はーい、そんな感じで、まとめますとね、基本的にはですね、出陣ボーナスは、18出して1684というところで、最低34,001で、1回のクリアで34,000ポイント出ます。お宝要塞なしで。で、お宝要塞出ると、ボーナスの場合は、この攻略ボーナスがつくお宝要塞の場合は、30%、1個につき 30%、ここ 30% になりますと。で、2個目で 50%、3個目で 70% となりますので。まあ、お宝要塞が通常で出るか出ないかは結構、運なので、あれ低確率なので。まあ、そんなことです、という感じですね。だから、蝶の時は、10枚でやるか、どうかってのは、ね、軍団員さんで相談して やったらよろしいかと、私は思いますけどね。はい。ということで、この2点ですね、出陣ボーナス、要塞攻略ボーナス踏まえて、あとはもう倒し方なんてのはね、もうインフレしちゃってまして、まあ皆さんね、もう軍団のその強さに合った倒し方してらっしゃると思いますんで、うん、あとはねギリギリのところを狙ってやるってのもどうかわかんないし、うん、まあそんなところじゃないでしょうか。はい。お後がよろしいようで。それじゃあ皆さん、Have a nice day! Hi guys! Yay! またんご。